ぶつかんねえならお尻同士になればバカ。うん、頭を使え、頭を生きてるうちに。だから、カーサーラーもこっちに、ヘアグモも向こうに行けばぶつかんねえだろうが、お尻同士になるんだから。これ、タケルの方まで行ってどうすんだよ。背中合わせて大丈夫だろう。曲がり、くねり、シャイラ道。片足スクワット行け。いやいや、そのまま前に出てきて、ぶつかんないように、ね、こうやって足を出す、ね、ちゃんとつま先こう折るんだよ。なんで横なの？前に出すんだよ。こう、力士でしょ。ここを見て、で開いて膝をつかむ、ね。こうならない。先生こうなってないよ。こういうふうに。ぎゅっとまっすぐ。ね、ここよく開くんだよ。膝を。しっかり。膝を開くんだよ、外に。足、カエルみたいな、カエル。前に出してるからおかしいな。ギュッて横に開くと。開いてちゃんとかかとの上にお尻が来て、どのようにするのまっすぐ。大体ここ。まっすぐ落ちてねえから前に行っちゃう。
こできた。このまま立つ。あ、膝手についてていいからね。こうやって立ってダメだよ。このままグッて膝をして、そう、膝をしてまっすぐ立つ。そう、それ5回。あと下がったときはこうやってね、見づらいけど、かかともしっかりこう上がる、こういうふうに、こういうふうに、ね、でまっすぐ、ね、まっすぐ、立つとき膝をしていいから、まっすぐ、ウィンとして、こう上がっちゃダメ、立つって、このまま、大丈夫、こうなってないでしょ。まっすぐ落ちて、かかとの上に頭が乗るの。それで立つときね、手使っていいから、まっすぐ。はい、あと3回。ゆっくりだよ。はじめ。はい、こう前傾姿勢にならない。回数が少ないんだから。かかとつかない、スバル。さつま先だけで立つんだよ。いいか。ただその姿勢のまんま座って、スバル、いろいろつかないように、まっすぐ。せめて平らぐらい。走り方でもこれはね、先生がね、グラウンドでね、かけっこした時にね、撮ったら、そういう走り方になる。なぜ前は違ったよ。ちゃんと傾いてこうやって、自分の体重前に傾くことによって、ね、倒れないように足を出す。これでやってたんだけど、もう 重さと練習不足により、ね、こう、ここ、足がね、もう筋力が耐えられて伸びなくなって転んじゃうの。それを防ぐために、真ん中中心で走った方が、転ぶよりは安全っていうね、走り方。でもお前らの場合は、こう、ビタッとこう、もう45度ぐらいに自分で出てるんで、常に自分の、ね、この頭出るだろ、こうやって頭の下にもう足がこう来るようにして走れば遅いってことはまずありえない。それを疲れてくるとこうやって自分の体重を使って、でそれを支えられる筋肉と筋肉の持久力をやるためにダッシュとかやるんだ。分かる？周りでもこうやってね、おじさんの走り方と同じだから何にも使わないからね。
Thank you.